最優秀新人は日本野球機構による選手表彰の一つ。通称、新人王とも言う。その年の最も優秀な新人選手に与えられる。全国の新聞、通信、放送各社に所属しており5年以上、プロ野球を担当している記者が、選考資格を持つ選手のうち1名の名前を記入し、投票する。セントラルパシフィック各リーグで最も多くの票を得た。 選手一人が最優秀新人に選出される。ただし、最多得票の選手の得票数を該当者なし病の票数が上回っている場合、あるいは規定の得票数に達している選手がいない場合は該当者なしになる。発表は2004年までは日本シリーズ終了の翌々日に行われていた。2005年以降は NPB アワーズ内の表彰式で行われている。また、 最優秀新人受賞選手を対象に佐川急便の協賛によるゴールデンルーキー賞を2013年まで特別賞として表彰しており佐藤忠義によるブロンズ作品が贈られていた以下の全項目を満たす選手に与えられる最優秀新人の有資格規定は以下のように2回変更されている1976年からの制度では 外国人枠が適用される選手でも、海外のプロリーグに在籍経験がなければ、最優秀新人の資格が与えられている。特例マイナーリーグなど海外プロリーグに所属したことのある日本人選手であっても、ドラフトを経由して入団した場合、特例として最優秀新人資格が与えられることが多い。メジャーリーグにおいて、通算16勝を挙げた後、2003年の同会議で、 オリックスに指名され入団したマック・スズキにも特例で認められた。2007年に巨人に入団したウィルフィン・オビスポはマイナーリーグに在籍経験があるため本来は不適格であるが即戦力としてではなく将来性を期待されての入団で育成選手から這い上がった経験が評価され特例で認められた。最優秀新人にふさわしい成績を残した選手が リーグ内に複数存在した場合は、最優秀新人とは別に新人特別賞の連名特別表彰が設けられる場合がある。オビちゃん新人王候補、育成出身なら OK。日刊スポーツ、https、www.neconsports.com、ベースボール、ニュース、 PBBTP0 から29728から 524076HTML2019 年6月23日閲覧 ABC 川上哲司さんにまつわる美談プロというのはプライドの塊である広岡達郎コラム週刊ベースボールオンライン2021年10月19日閲覧ありがとうございます